どうしてんまいこのラーメン。フカヒレも入った特選メニュー360円、明星新中華三昧。これ常識を超えてるよ。フリーザーの氷が臭くならないのでお酒が進んで困っちゃいますね。はい、おいしいままでひたりだしゅ。日立フィットレディ、日立のお店へどうぞ。これが醤油ちゃんぽんです。醤油ちゃんぽんセットも出ました。長崎ちゃんぽんリンガーハット。何か気になる贈り物、思いがけなく手に入るめいちゃ。本に気の利くお人だね。贈り物にはお茶がいいわい。お求めはこの看板のお店で。おはようございます。今朝のテレビ美術館は東京とパリに拠点を置いて国際的に活躍なさっています田原圭一さんをスタジオにお迎えいたしました。田原さん、おはようございます。よろしくお願いいたします。田原さんといいますと、まあ、写真を中心に本当にご活躍なんですけれども、今回日本はどのくらいなんですか？今回は1週間ぐらいですね。あ、そうですか。大体1年のうち日本とパリっていうのはどのくらいの割合になりますか？どのくらいでしょうね。なんか行ったり来たりしてるんで20回ぐらいかな。20、25幅ぐらいですかね。20幅。東京とパリが今メインですか？そうですね。大体東京かパリにいるかどっちかですね。あとはどっか、あと3分の1どっか、いろんなとこフラッと行ってるんで。あの、田原さんは3年前に木村伊兵衛賞、今年フランスのニエプス賞という写真家としてはかなり大きい賞をお取りになってるんですが、写真家と呼ばれることに関して抵抗がおありになるという。なんかね、こう写真家って言われちゃうとこう、ね、写真だけやってなきゃいけないみたいなことに、まあ、なんかそういうふうなプレッシャーが自分に感じるのが嫌だし、まあそんなには気にしてないんですけれども、まあどちらかというと好きなことばっかりやってるからね。だからあんまり自分で定義したくないのね、写真家だっていうふうに。だからまあ人から言われる分にはね、最近はもう開き直っても、はい、写真家ですって言ってますけどね。じゃあ、ちょっと作品を拝見しながらお話を伺っていきたいと思うんですが、まずこちらはシリーズ窓、日本だとこれがデビュー作というふうに言われてるんですが、この前にあの都市のシリーズっていうのがありまして、まあ、それが三國島の写真っていうか、写真っていうものと関わりだして一番最初のシリーズなんですけれども、まあ、それはヨーロッパに行って、あの光と出会ったっていうかね、あのヨーロッパの光のなんていうのかな、強さ、窓と自分の間の空気であったり、なんか窓ガラスそのものであったり、それからガラスに当たってる光であったり、あるいはガラスに付着してるゴミを見てたり、それから向こう側のあのなんていうのかな、対象と呼ばれる建物であったり、雲であったり、なんかそういうのも、その中で自分の視線っていうのがなんかいくつも伸びてきてる。実際その時間の中で一体自分が何を見てるのかで、何を
なんか確かなものを求めてみたいなね、そんな感じでやりましたね。そしてこちらは、シリーズピエスとなります。ピエスっていうのはこれは1個2個の個っていうことを表す言葉、それからあとは部屋っていうものも表すんですけど、その窓から今度自分の住んでるもっと自分の足場の部分、部屋っていうものを見てみようと。それまあ光によってどん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 変化していく、窓から差し込む光、それからあるいは電球の光によっても変化するし、一体自分がいるとこって何なのかっていう自分が分かんなかったんで、確かにその視覚的には部屋の中にいるんだけれども、その部屋そのものが具体的な形にこう自分の中にこれだっていうのが分かんなかったんですよね。だからそれは何でかというと、その光によって全然こう部屋そのものが変わっていく、実体がないっていうのかな、自分にとって。確かに触れば部屋だし眺めれば部屋なんだけども、でも違うっていう、なんか常に変わっていくもの、変化していくものっていうところら辺がすごく、で結局は光によって全部自分が左右されてる、今はそういうふうに言えるんですけどね。で次のシリーズちょっとスタジオにお持ちいただいて、これはとてもちょっと展示の仕方が面白いので、ちょっと作品のそばでお話を伺いたいと思うんですが、これはシリーズエクラという、これは展示会場でもこういう展示の、そうですね、もうちょっと角度つけますけれども、あ、そうなんです、これは、写真を2枚の板ガラスの間に挟んで、そうです、これは田原さんご自分でお考えた形だと思うんですが、はい、それはどういう意図で、いかに見せるかってことにもかなり、そうですね、やっぱり自分が考えたこと、自分が疑問に思ったこと、そういうふうなものを、その疑問提示みたいなものがやっぱりいかに相手に伝わるか、それ答えを出すんじゃなくて、その疑問提示をどんだけクリアな形でね、見る側に提示できるかなっていうのがやっぱり見せるときすごく大事なことですよね。だからその見せる方法っていうもの自体がそこで作品になってくるんじゃないかな、見せ方っていうのね、そういう気はしますけどね。だから確かにその作っていく過程っていうのもものすごく大事だし、やっぱり過程だけじゃやっぱり成立しない、過程で成立するものもあるんだけども、写真とかこういうメディアの場合はやっぱりその過程も、過程じゃなくてその見せ方っていうのもものすごく大事だし、今ご紹介している作品はこれはポラロイドの大きなものなんですね。そうですね、カメラ自体もものすごく大きくて、巨大なカメラですね。
何か考えとしてポラロイドっていうものに興味を持たれたの？なんかポラロイドっていうのはすごく二面性持ってるような気がしてね。僕たち小さい時によく作ったあの日光写真、っていうのはやっぱりものすごく写真の原点だと思うんですよね。でもそれが要するに僕たち今思ってる写真っていうのは日光写真っていうのを忘れちゃって、なんかフィルムに撮られてそれを焼き付けるっていうね、なんかそういうような過程を踏んでるのが写真だみたいなふうに思ってますよね。そういうとこから見るとなんかポラロイドっていうのはちょっと写真とは違うような気もするし、なんかその両方の間のこう行きつ戻りっていう。さてこちらは、私たちの後ろにございますエクラン、シリーズエクランの作品なんです。これは透明のフィルムを使って、そうですね、大きなあのスライドと思っていただければ、スライドの巨大なやつそれを天井からって、はい、今ちょうど風が当たっているのでゆらゆらとたゆたっているように見えて、とても綺麗なんですが、ね、これもエクラから、まあ、エクランの方に移ってこっちの方に移ってくるんですけど、はいはい、エクラの場合紙焼きされたものが要するにガラスの間に挟んでましたね。確かな、自分にとって、まあ、ある意味で確かなもの、はい、それすらももっと不確かなんじゃないかと思って、その像自体も透明なものに置き換えてみたらどうなるんだろう、っていうこと。そしたらもっとより光との、今までその過程の中で作品を作っていく過程の中で光っていうのをものすごく大事にしてきたけれども、今度見せる中展示するっていうところでももっと直接的に光をなんか関わらせたい、そういうこともあってこういうものを作ったので、光の当て方によって空間的な広がりが無限に、ね、無限に出てきますね。今こうやってフラットな光の当て方してますけど、例えば後ろから光をこうバーッと当てて床にそのこれの影をねさーっと出したり、まあ、なんかそんなことを、まあ、展示の時にはやりますけれどね、展覧会の時には。でそのまま写真家というレッテルを貼られたくないというところがこういうにも出てると思うんですけれどこの作品の延長上に今月パリで発表される新作があるというお話なんですね、はいはい、それはガラスそのものに光って写真を焼き付けたものなんですけれども、もっと硬質なものっていうのかな、それ硬質でありながらなんていうのかな、まあ、タイトルは空気誕生っていう、まあ、日本語に直訳するとね空気誕生っていう、ルネッサンス・ドゥ・レールというふうにこちらに書いてありますけど、それでは一旦ここでお知らせを挟みまして、後半も田原さんの写真いろいろな作品をご紹介いたします。 Who are you? 水上温泉、谷川温泉、大穴温泉、指と温泉、宝川温泉、湯の小屋温泉、みんな水上、水上温泉郷。世界のエグゼクティブが試したキャセイパシフィックの新しいビジネスクラス。新しいキャビン。ゆったりできるって？シートが広くなったって本当？そしてその結果は、さらに爽やかな着き心地、ニューマルコポーロビジネスクラス。今朝のテレビ美術館は田原圭一さんをお迎えしましていろいろお話を伺っております。後半はまずポートレートを、3人の方のポートレートからご覧いただきたいと思います。これは画家のピエール・クロソンスキーのポートレートなんですが、これはもう何人ぐらいの方のポートレートは撮ってらっしゃいますか？そうですね、今まででもすでに100人ぐらいですね。きっかけとしては自分で撮りたいと思った方？そうですね、やっぱり78年頃っていうのは
今までのいろんなヒューメネアリストとかダダイストとかそういう巨匠と呼ばれる人たちがどん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 亡くなられ出した年なんですよね。それでそういう人たちに会いたいっていうのはものすごくあった。別に会って話をしてどうだっていうのはないんですけれども、そういうエゴの強いアーティストたちっていうのはどんなありようっていうのかな、どういう感じでいるのかなっていうのを自分ですごく見たかった。だから、まあ、それがきっかけで、まあ、ポートレートっていうのを撮り出したんですけど、でも全然これはもう自分の個人的興味っていうのかな、なんかただ会いたいとかねそういう感じで始めたんですけど、今ユゼフボイス、そしてこちらがピーター・ブルックなんですけれども、どうなんでしょう、アーティストを撮るっていうのは、まあ、撮る側も一つのアートだし、撮られる側もアーティストっていうこと、戦いなんじゃないかっていう気がするんですがその辺はいかがでしたか。そうですね、すごくなんていうのかな、エキサイティングっていう言葉がいいのかどうかわかんないけれども、すごく興奮しますね。だからほとんど僕何もアーティストの人にどうしてくれとかああしてくれとかほとんどあんまり言わないんですけれども、ほとんどもう無言でお互いにこう撮り合う、こう僕が写真撮っていくっていう感じ、さて、こちらは世紀末建築のシリーズです。光と物ということでちょっと写真を撮っていらっしゃって、ここで、まあ、先ほどのものもそうだったんですけど、カラーの写真が出てくる、そうですね。ご自分の中でモノクロとカラーっていうのは割とはっきり分けられてらっしゃるんですか。なんか分けてるようで分けてないっていうのかな、なんかその必要性、カラーでなければできないものっていうのはやっぱりありますからね。だからそこで分かれてきちゃいますね、自然にね。だからあんまりほとんど悩まないですね。これはモノクロだからとか、これはカラーっていうのもポンポンとこう自動的に自分の中で切り替わって、これもなんていうのかな、光によってその空間が変わっていく。割と人工の光で撮ってるのが多いんですけれども、だからほとんどこの頃の建築家が意図したことじゃない部分を撮ってるのがかなり多いんじゃないかなっていう気もするんですけど、だから光によっても空間そのもの、あり方、物の存在、そういうものが全て変わっていくんですね。先ほどの作品のようにフィルムにして、あ、そうですね、大きくして、はい、そしてこちらは、田原さんの制作風景のスナップをいくつかお持ちいただいたんです。これは何を撮っているんですか。これ光の石っていうね、日本の、日本の風景っていうのかな、はい、自然の風景ばっかりを今、ここ2年ぐらい取り出してるんですけれども、はい、それも全部夜間人工照明で撮ってるんですけれども、まあ、映画の撮影の時みたいなね、なんかそんな感じで。そしてこれがその今お撮りになってた光の石なんですが、ここで日本を撮るっていうのは、今までずっとヨーロッパで自分自身がこう制作活動してきて、その中でなんか自分自身が日本をほとんど知らないんじゃないかっていう気がしてきた、ね、それで自分は日本人だし、そのナショナリズムとかそういう部分ではなくてね、自分自身その日本っていうのをもっと知りたい、その知るためにはどうすればいいのかな、その時思ったのはやっぱりその性格とかそういうふうなものを
を見てきたら、なんか日本っていうのが分かるんじゃないかなと思って、それで撮り出したんですけどね。だから全部撮影は夜間でというか。そうですね、うん、で、あの海外で活躍するあのアーティストの方って皆さん、あの日本人というレッテルを貼られることに関して抵抗したり、うん、それにある時は甘えたりっていうことも聞くんですけど、うん、そうですね、ありますね。でも僕自身もやっぱり最初の頃っていうのはものすごく、やなんかこう紹介される時にね、日本人のカメラマンとかね、日本人の東洋人のとか、まあそういう風な言い方されて、まあそれに対してすごくこう腹立ちがあった。まあ結局なんていうのかな、そういう風な、なんて言えばいいのかな、興味の視点が、要するにある異邦人が見たものっていうような、そういうような興味の視点の置かれ方っていうのはすごく気に障ったっていうかね。誰だってやっぱり同じ時代線の中で生きてたら、なんかフランス人であろうが日本人であろうが、なんか似たような、なんか問題疑問を持つはずなんですよね、同じその時代線の中においてね。そういうとこが大事のような気がしてるんですけどね。うん、さて今ご覧いただいておりますのは光のオベリスク、これ去年の4月に練馬の光が丘の、これはあれですね、横浜ですね、これは横浜の方ですね、ごめんなさい、あこれがそうです、はい、はい、失礼しました、こちらが光が丘の光のオベリスクです。これもこれはもっとこの写真は全然僕が撮ったんじゃないんですけれども、はい、光の方のプロジェクトに加わってらっしゃった、はい、光そのものを自分自身でもっとこう見ていきたかった。光が存在すること、結局照らすっていう方がなんか僕たちにとって身近な、ね、はい、照明ということで ね、ありますよね。照明じゃなくて、その照らすんではなくて、光がそのものが存在するんだっていうこと、はい、それを今までずっといろんな写真の中でこう、僕自身が感じてきたことを、今度はなんか光そのものを使って生にやってみたかった、ね、はい、それでまあこういうふうなことをやったんですけれども、これたまたま煙突があって、はい、まあ、それを中心にして広げていったんですけれども、はい、今映ってるこちらは鉱石ですね、鉱石ですね、今年の3月に横浜で、はい、もうこれは本当に光だけっていうことで、倉庫の上にサーチライトを並べて、海面に浮かべた鏡に反射させるというプロジェクトだったんですね、はい、あと横に2本光の柱をまっすぐ立てて、はい、光そのものの存在っていうのかな、それをどんだけ見せることができるのかな。今ここにガラスのオブジェを作りまして、はい、そのガラスっていう、まあ、透明なもの、はい、それを改善することによって光の存在をより強調するためのなんかオブジェみたいなのを作ったんですけど、ね、今なんかなんていうのかな、光っていうものが、まあ、すごく大げさな言い方をすれば時間そして空間をなんか規定してるような気がするんですよね。だからなんていうのかな、まず初めに光ありきじゃないけれども光があって、それによって時間がっていうものが生まれてきて、で空間っていうものも同時に生まれてくるっていう、でその一番の根本の光そのものっていうのは一体何なのか、その光そのものを自分でも見てみたい、いつも結局光っていうけれども照らされた状態でしか光を見てないんですよね。こうやって今机があったり、はい、ね、あなたが見えたりっていうことをするのはやっぱり照らされた状態ですよね。そうじゃなくてその照らしてる元を見てみたいっていうかな、なんかそういう気がしてああいうのをやりだしたんです。まあ、さっき今ご紹介した光のオベリスク、鉱石、そして今ご紹介している人石もそうなんですが、そのいつも光、まあ、初めに光あり、そして写真だけではなくてこの3つは光自体のプロジェクトに参加したり、これはもうオブジェですね。これはオブジェですね、
ガラスと水とそれから電球を使って何か一つのオブジェを作ったんですけれども、まあ何かさっき言ったようなことを一つの箱の中に封じ込めてみたかった。だから光、時間、空間みたいなものを何かこの中にぐっとこう凝縮して封じ込めてみたかったっていうものも。透明なものが持つ存在感っていうんですか、はい、そういうのを感じてすごく私は面白く拝見したんですけれども、はい、なふうにいつも田原さんのお仕事は光と物というものが根底にあって、うん、そこから全て写真があって、うん、今のようなオブジェも広がっていっているという感じなんですが、はいはい、今後もこんなふうに、まあ、先のことがわからないという感じのところなんですけれども僕自身もね今までこうオブジェを作ったりそういうことを作ろうとは最初思ってなかったと思うんですね。もう10年前はね、それがまあそういうのを作ったり光そのものを使って何かやりだしたりしてる。だからこれから先どうなっていくか分かんないですね。最初にカメラというものを持って、うん、光というものと対面した時の気持ちっていうのは今でも残ってるものですか？残ってます。それよりもカメラを持ったっていうよりももう光そのものと出会った時っていうのかな、そのなんか驚きみたいなものは今でもありますね。未だにやっぱりそういうな光に出会うとものすごくワクワクするし、なんか自分のものにしたいっていうその光を求めてこれからも田原さんの素敵な作品が引き続き拝見できることになると思いますけれども、どうも今日はいろいろありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは東京テレビ美術館はこの辺で失礼いたします。男と女のマドラス。お腹を空かせて秋がやってくる。今日はミートボールのクリームシチューです。ハウスシチュー。恋の肩こりドリンクパスビタン D 新発売。